岡山市役所のある岡山市北区大久に来ています。今回は SNS でも大人気のこちらクレイジーアイスクリームで美味しいアイスクリームをいただきます。楽しみ。2017年7月にオープンして今年で6年、ピエロのイラストが印象的なアイスクリーム専門店です。お店の中に入ってまいりました。今日お話しいただくまいさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クレイジーアイスクリームのアイスの選び方、はい、どうやって選べばいいんでしたっけ。はい、ですね、まずねアイスの数、まあ、シングル、ダブル、トリプルっていう感じで3段まで重ねてるので、はい、まあ、お好きな数選んでもらって、あとはもうアイスの味、フレーバーをお好きなのを選んでいただいて、あとお好みでこういうカラフルな、ね、トッピングをそう組み合わせていただいて、そう可愛いアイスが作れるっていう感じですね。トッピングはチョコスプレーにオレオクッキーなど全部で9種類。無限大の組み合わせの中から世界に一つだけのオリジナルアイスを作ることができます。で、実は7月30日に RSK70 周年記念で開催する RSK 感謝の日の縁日にクレイジーアイスクリーム出店していただけるんですよね。はい、わー、ありがとうございますしかもその出店した時には私たちアナウンサーが考えたオリジナルアイスクリームを出すということで、せっかくなので今日ここで考えさせていただこうかなと思って、はい、いいですか。はい、選んでってください。やった私の夢のアイスクリームをまいさんと一緒に考えます。赤色が好きなんですよ。はい、もう全部赤い、まあ、もしくはピンクのアイスクリームを作ってみたくて、じゃ真っ赤はないんですけど、はいはい、クレイジーバニラ、この白くないバニラアイスなんですけど、おうおう、ローズピンク色のバニラがあるんですよ。はい、作戦会議の末編み出した岡田特製アイスクリームを早速作っていただきますよ。最初に登場したのはローズピンク色のクレイジーバニラです。ピンクのシュガースプレーをたっぷりまぶします。上にはいちごのアイスを、こちらにもフローズンストロベリーをたっぷりつけて完成です。はい、ありがとうございます。やった、出来上がりました。岡田の夢のアイスクリーム、名付けてクレイジーレッドです。いや、理想通りのアイスクリームが出来上がりました。美味しそうでしょう。美味しそう、豪華一つの一つが大きいから、うわー、贅沢ですね。いただきます。最高美味しい。この結構しっかりこのいちごの果肉感がこのフローズンストロベリー味わえて、はい、これぞいちごっていうね味わいのアイスクリームで、うん、うん、滑らかで、あ、美味しい。ローズピンク色のバニラアイスはどんな味なんでしょうか。濃厚なバニラ甘くてミルク感があって、はい、バニラの香りも広がって、はい、美味しいですね。はい、だってナンバーワンフレーバーなので。あ、はい、そうなんだ。はい、めちゃくちゃこだわってます。実はこの私の考えたアイスクリームだけではなくて、うん、他のアナウンサーが考えたものも当日は出していただけるんですよね。はい、出します。この後スタジオでも他のメニューご紹介します、はいはい、待っててね。ということでクレイジーアイスクリームのまいさんにスタジオにお越しいただきました。まいさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は竹内さん、そして中谷さんが考案したオリジナルアイスクリームを持ってきていただいています。はい、2人が考えたんですけれども、
食べるの今日初めてなんですよ。初めて。そうなんですよ。楽しみなんですよ。楽しみ。ではまずは竹内さんのアイスクリームの方からご紹介します。こちら名前なんでしょうか。クレイジースパークです。あの上に乗ってるのがこれパチパチキャンディーなんですよね、はいはい、熱い日続くじゃないですか、はい、もうスパークでそれ吹き飛ばしちゃおうということで、はい、なるほど。こちらはどんなフレーバーやトッピング使われてるんですか、舞さん。はい、こちらは、ローズピンクのバニラアイス、クレイジーバニラと、はい、あと紫色のは、ブルーベリーアイスですね、はい、ちょっと爽やかにね、はいはい、でその上に、パチパチキャンディーですね、はいはい、暑さも吹き飛ばすような、はい、それでは竹内さんぜひ食べてみてください、はい、もうちょっとパチパチ言って美味しそうです。いただきます。うん、清涼感最高です。美味しい。あ、正解ですね。あ、これは、うん、もうとにかく夏の暑さを吹き飛ばす、はいはい、そんなアイスに仕上げたかったんですけど、はい、これは自信あります。あ、よかった。美味しいです、はい、で今日は、ね、カップでご用意したんですけれども、当日はコーンで提供しますので、ぜひ、ね、皆さん楽しみにしていてください。そして中谷さんのアイスクリームは、はい、こちら名前は金曜深夜のカラフルアイスです、うん、おしゃれな名前です。ちょっとあの結構考えました。金曜深夜に放送している情報バラエティ湯たんぽのにちなんでつけたんですけど、うんうん、はい、あのトッピングがねもりもり乗ってるのがポイントです。本当ね、はい、もうアイス見えないぐらいですよ、ね、そうなんですよ。はい、舞さんこれは何が乗っかってるんですか。はい、乗っかってるのは、M&M's チョコレートとあとフローズンストロベリーですね。はい、あ、で、ごめんなさい、アイスの方はストロベリーですね。はい、はい、このフローズンストロベリーは、うんうん、一緒に番組をしている相田翔吾さんの赤をイメージしてちょっと入れました。なるほど、はい、そこまで考えてすごい。、はい、ではどうぞ食べてみてください、はい、いただきます。本当にトッピングたっぷり。うん、あ、食感が面白い。あ、そしてこの M&M チョコレートの甘さとイチゴの酸味がわよく合いますね。完璧です、我ながら。ありがとうございます。美味しい。はい、でこの今日ご紹介した竹内さん、中谷さん、そして私のアイス、7月30日に販売するんですけれども、はい、我々以外にもですね、他の番組を代表する計8人の RSK アナウンサー考案オリジナルアイス販売いたします。当日はクレイジーアイスクリームのキッチンカーが RSK 本社前広場までやってきますよ。30日日曜日はぜひ RSK にお越しください。舞さん、たくさんの方来ていただきたいですよね。はい、来ていただきたいです。はい、美味しいアイスクリームたくさん用意して待ってます。ぜひお越しください。舞さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。